はい、皆さん、こんにちは。ビジョンまゆです。今回はですね、こんな感じのですね、ちょっとリクエストいただいたんですけど、名前がわかんなくてですね、結構昔からあるやつなんですけど、こういう風なビュー。こんな感じのフラリッシュなんですけれども、ちょっと名前がわからないので、ぜひですね、ご存知の方はコメントとかに書いて教えてください。はい、こんな感じの、ブンブン振ります。フラッシュでございます。それでは、書いていきます。だんだんとね、遠心力には勝てない。いきましょう。まず片付ける。はい、では解説いたします。やり方は至って簡単でございます。まず、パケットを2つに分けて、シャーリーカットします。こんな感じで。で、普通閉じちゃうんですけれども、ここを閉じずにですね、こんな感じで、ここら辺にですね、落とさないで、ここら辺で止めときます。そして、親指でですね、上のパケットを保持します。こんな感じでね。そして、保持したら、両手ですね、同じ形にするんですけれども、こんな感じにします。中指を下に入れて、薬指と人差し指で、こんな感じで上を持ちます。小指はフリーみたいな感じですね。そして、たらーっと開きます。こんな感じ。あとは、最初の言ったように、こういう感じのディスプレイをして、くるん、くるん、適当に回します。そして、クローズをしますと。両手一緒でもいいです。こんな感じ。簡単だべ。で、やりやすい方法としてはですね、落とすパケットの方を少なくした方が、落とす方のパケットをね、少なくした方がいいかなって思います。なんでかっていうと、親指、多すぎると親指でですね、指が短い人とか保持できないので、僕もね、指がちょっと短いので保持ができない感じになっちゃうので、親指が少ない方がですね、余裕があります。で、あとはこちらね。さっきみたいにずっと回してるとね、遠心力でだんだんとずれてきて、あと新品のトランプはですね、ビューンって飛んできますので、使い慣れたトランプだったら結構ここら辺固定されるんですけど、こんな感じでね、新品でツルツルのトランプだと、こんな感じでだんだんずれていくので、使い慣れたトランプでやるのがいいかな、と思います。はい。で、この技はですね、いろいろな派生技もあるので、後々ご紹介しようかなと思います。で、逆に、さっき言ったみたいに親指がですね、多すぎると、ほら、全然ね、僕はね、指が短いが保持ができないのである。なので、ちょっとね、少なめにした方がいいかな、親指で保持するところは。っていう感じのコツというか、そこ気をつければ、簡単にできるフラリッシュかなと思います。スイッ、ルイルイ、バ、プルリン。こちら側のね、要は表側を見せるっていうのもありますし、あとは逆にして、こちら側から、やるとですね、こんな感じで、柄の方をですね、こう見せるっていうこともできるので、どちらかというとディスプレイ系だったらこっちの方が綺麗に見えるのかなと思います。トランプの柄もね、主張しやすいですし、っていう感じのフライシュになっております。ということで、今回はちょっと名前わかんないんですけれども、こんな感じのね、フライシュでございました。結構昔からあるやつですね。ということで、バイバイ。ジョイーン。動画映えしそうなフライッシュだよね。くるわ。